はい、えー、それではですね第1章、ライフプランニングと資金計画、こちらの方ですね、入っていきたいと思います。まず一つ目のですね科目になります。最初ですね、まずこのファイナンシャルプランニング、これから学んでいきます。まあ FP っいうのはファイナンシャルプランナーと言いますから、このファイナンシャルプランニングって何なのかというところですね、まず説明をしておきたいと思います。 ファイナンシャルプランニングとは個人のライフデザインを実現するために収入とか支出、負債、保証内容などに関するデータを収集し必要に応じて他の専門家と協力を得ながらです、ね、現状分析を行いパーソナルファイナンスに関するさまざまなプランを立案し実行支援見直しを行うと書いてあります簡単に言いますと、えー、いろんな生き方あります それにはいろんなお金の使い方があります。その使い方に関して、夢を実現しながらですね、お金に関して困らないようにしていただくために、私たち、この FP の専門家がですね、例えば他の税理士さんとかね、の専門家と一緒になって、その方の夢を実行できるように支援をしていくと。これがファイナンシャルプランニングというものです。で、えー、まあ、用語を覚えててください。まず、ライフデザイン。これ、生き方という言い方をいたします。 また、えー、ライフプラン。これはこれからやりますけども、えー、生涯生活設計ですね、えー。その年だけじゃなくて、えー、10年、20年後、まあ、どれぐらいね、えー、お金かかってくるのかと。まあ、そういった設計を行うのがあ、ライフプランというものになってきます。で、えー、ファイナンシャルプランナーは、えー、ファイナンシャルプランニングの専門家です。ねえー、顧客のライフプランの実現に向けた、まあ、資金計画を立てて、えー、実行の援助を行っていくと、まあ。そういう専門家に皆さんもこれからなるということになります。 でまず最初にですね、まあ、あの試験とはここら辺はそんなに関係ないんですけども、何を皆さんにはやっていただくとか、そして何を、何の専門家になるかというところね、まず理解しておいてください。1つ目に、えー、これ必ず覚えてくださいね、職業倫理というのがあります。これ、あの当たり前って当たり前の話なんですけども、当然 FP という資格にもですね、実際にこの職業倫理というのが求められてきます。1番、顧客の利益優先。 えー、お客様の利益をまず優先する必要があります。私たち FP の利益を優先するわけではありません、ね。あくまでもお客さんの利益をまず最優先するというのが一つ目ですね。二つ目が、えー、守秘義務ですね。まあ、これも当たり前です。ね、お客さんのおいろんな情報を知ってしまいます。例えば、あ年収いくらなのか、あ資産今いくらぐらい持ってるのか、えー、家族はどれぐらいいるのか、ね、そういったものすべてを、まあ、ある意味知ってしまうわけですね。 一番知られたくないところですよね。日本人ってお金に関してねあんまり人にどうこう言われたくないっていうのはあると思いますから一番知られたくないところを全部してしまうっていうのが、まあ、ある種この専門家の立場になるわけですねですから当たり前なんですけどもお客さんの知り得た情報に関してはこれはもう必ず守らなければいけない誰にも言ってはいけないと守秘義務の徹底をまずしていただきたいと思います